凱旋門賞を焚き付けておいてそれっきり挨拶に来ないこともあるこの女、に対するみんなの反応。お疲れの挨拶もできんのか貴様は。70% の確率で挨拶できない、社会不適合者。極論にすると 30% のトレーナーには挨拶に行ってる、そう思うと悔しくて凱旋門連覇する。凱旋門賞を焚き付けておいて、それっきり挨拶に来ないこともある女。単品でうろうろしてんじゃねえ。挨拶どころか、どこにもいないことマジで多いんだけど。たまに飯も誘いに来てくれない。挨拶ぐらいしてよ。なんで突数で確率上げなかったの？そうは言うけどこれされると、それはそれで戦争だぞ。ハロー女神もあれだったけど、ターン数短い成果一番ヘイト溜まってる気がする。一回上振れ引けばいいお出かけと違って、挨拶の回数が仕上がりに直結するんだもん、このロリババア。今回のシナリオって、こいつが機能してくれるかの運ゲーと、海外遠征で友情トレが重なるかの運ゲーの、二重すぎて割とクソシナリオなんではって思うようになってきた。GL はハローさんのご機嫌伺いで、GM は三女神のご機嫌伺いだから変わってないな。クラシックになっても飯おごってくれないのひどくない？なんで友情発生しないんだよとか、なんでここで体力減らすのら来るんだよとか、やり込めばやり込むほどいろんなものが嫌いになりそうなシナリオ。一年目に5回くらい挨拶に来ると露骨に上振れする、来ない。一突でいいよみたいに言われてたけど、貫突と比較すると体力消費減の効果が、すげえでけえなってなるやつ。遠征時ですら50ポイントくれるかランダムだった時はいっそ笑った、こいつマジか。一番可愛くないよこの友人。自分のやりたいことやってるだけだから、GL で言えば記者枠。ひょっとしてロリババアなら何でも許されると思ってるのか？再現？さすがにマジで、自分の中の幻影追っかけてただけの記者と同列はかわいそうだと思うよ。理事長はマジでお邪魔なんだけど。理事長は何のためにいるんだ、いつか友人枠でサポカに来たら、なんかあるのかもしれんが。新馬戦前に2回くらい来ると、露骨に立ち上がりの良さが変わってくる。女神が優しすぎた。嘘つけ女神にも悪態ついてたろ。個人的には要素全部で見れば女神が一番あれだったよ、サポカ関係ない部分ではあるけど。理事長と記者は隔離できませんかねえ、ってなるシナリオ。メイクデビュー前に学びマネブさん女神こなきゃリセットと、どっこいどっこいな気もするぜ。デビュー前にマネブこないとってそんなピーキーだったのか、1年目までに来てもらわないと困るくらいでやってたわ。お出かけフラグの選択肢真ん中が失敗するのはまあいいとして、お出かけなしになるのじゃ悪すぎる。そこはこれまでも変わらんから、真ん中を選ぶやつが悪いんじゃ。露骨な上ブレ用選択肢だしな、体力減りすぎてる時以外は、一番上で安定するし。真ん中の選択肢は何のために、回復用に対してリスクが大きすぎるだろ。昨日8回連続真ん中の選択肢失敗した、成功率50くらいだと勝手に思ってるんだけど、違うのか？真ん中ってそんな積極的に踏まなくてよくない？ただでさえ運ゲーなのにクルーン増やすの辛いだろうに、捨て周回一歩手前なら許す。なあにどうせメイクデビュー前に来なきゃリセットなんだ。ジュニア中に来ない体力低いとかなら真ん中行くか、下でビンタして追い返す。よく見ると服が汚い。自前で両親サポカ揃ってる富豪なら、まあやるんじゃないかな真ん中。4連続で無視された時は、さすがにボタンに手が伸びかけた。4連続くらいなら普通によくある。24% だからな4連続挨拶無視、お派手星3引くよりもよほど見るわ。佐竹めいの秘密実は、挨拶ができない。みんな知ってる。完全に上司と部下だもんライトハローさんみたいにはなれないですよ。CV 堀江優衣では受けきれないプレイヤーの感情。ジュニア 4H が足切りライン出し GM。廃人。ジュニア 4H 何度かあったけど、別に仕上がり抜けて上振れたりとかなかったから気にせずやってたわ。そんなもんよりタイミングよく赤引く方が100倍大事。もう手綱さん以外は信用できない。ハローも挨拶できないやつだったから、ケツ引っ叩きたくなってしょうがなかった。
まあヘイト云々だと TS という絶対的存在があるから、いいよね。声優さんの名演が光る相場のガチめな苦情。名も何十年の悲願を、ボットでの新人トレーナーに連覇されるんだからかわいそうではある。女神は光ったところでさらにそこから色かけらガチャがある、ハローさんは曲ガチャがある、佐竹はお疲れ様イコールワンテンポのアドバンテージ確定だから、マジで来ないと辛い。サポカのバランス的にはリコちゃんなくてもどうにかなる、青春と最後に玉座来るまでは、配布根性入れとけばどうにかなった TSC のがマシだと思う。まあ前人が女神で本当におかしなことしてたから、あれなしで育成ってできたんだろうか。最初の1ヶ月は女神なしで育成してただろ、玉座復権かと思われたら一瞬で没落したやつ。今思えばリコちゃん手綱さん時代が一番良かった、ハロー以降シナリオ特攻になりすぎだけど、なんかあったのかな。一回目の凱旋門後に、自分のせいで馬娘の将来を潰すところだった。って嘆いた次のターンで新人トレーナーと仲良くダンスしてたりする人。貫突してるとやっぱ強いんだけどなこいつ、他シナリオでもイベント弱体化しないようにならんかな。育成ゲームなのに練習よりレースのバランス、苦しむ相場、可愛い可愛くないじゃなくサイコ感ある記者、サポカは配布根性最強で儲からない仕組み、鬼長い。というかラークはマジで野良サポコないで、ってなる。序盤でスピトレにこいつとゴルシしかいなくて、サポカはみんな他のトレ行ってるとかこの野郎ってなる。二択があるだけマシだろそれは。ラークはなんかやたらヒントくれない、ただのステ一桁あげるだけのやつになること多い。地味に嫌な要素なのがランクアップするときって、挨拶確定でなしで良いんだよね。少なくとも同時発生は見たことないな、挨拶が立ち消えてるのかランクアップが遅らされてるのか、内部的にどっちかはわからんけど。理事長の評価鬼低いのマジ笑う、絶対ラークの企画に納得いってないって。長距離育成辛すぎんだけど、スピード犠牲にしてスタミナ上げて根性上がらない。なんかお出かけ可能になる確率高くね？ジュニアに来ないことそんなにない。これは明確に高くなってるはず。遠征中の 50P もむちゃくちゃ重要よね。重要だし、そもそもこいつ重なってないと体力足りなくなる。そしてこいつ遠征中はどうも練習性能にブーストかけて、ほぼ友情トレレベルになってるらしい。あれも来ない時やるのどうかと思う。お出かけ率はだいぶ昔に一律で上がったからな、初期の URA よくやれてたな俺。遠征中は消費体力減もめっちゃ重要だからな、特にクラシック期。リコちゃんってどうだったっけ？忘れちゃった。R でも代用聞く神。あいつは直後の TS でも割と強かったのが偉い。スタミナ根性がもりもり増える余分なスタコン必要な時代じゃなかったから、スピード周りが増やせてありがたかった。正直性的な目で見てるくらいには好きだから挨拶してくれ。合法ロリ、声が発散、この辺でお許しいただけませんか皆さん。合法ロリどころかこいつ下手するとアラフォーらしいな。正直キャラとしては一番好きな。何いい年こいて飯の誘いためらってんだはよこい。カードのスキン切り替えて、効果そのまま見た目だけハローさんかダーレイにする機能欲しいと思うくらいには、アレな感情を抱いている。俺はもうさ竹さんなしでやっていける気がしない、幸運体質とポジティブシンキングに慣れてしまった。幸運体質持ってると躊躇なく飯食わせられるもんな。急にフランスに来るハローさんなんか好き。TS を除いたシナリオのいいところと悪いところを寄せ集めた感じ、つまずくポイントが多すぎ。友人枠は UI とかガチャ演出にも使ってほしい、育成でしか顔合わせないとたまに嫌いになる。なんかラークになってから、昔の女が顔出す確率やけに高い気がする。ラーク自体がサポカイベント率高いはず、じゃなきゃ期間短いから未完走祭りになっちまう。次はシニアの宝塚で終わるシナリオで頼むわ。完走しないサポカとメイちゃんとのデート率の低さを乗り越えた先に、ようやくゴールがあるのしんどい。遊びやすいから好き、でも挨拶して。分身よりもっと練習見に来てほしい。間違えてメイちゃん入れたまま、女神シナリオの方行ったら全然休まず育成終わった、この人の本体はもしや体力消費減？2倍踏めるスピックが弱いわけはないんだけど。海外遠征で光ってなくっても、
みんなたくさんいるところに混ざっててくれればまだ。ネバギブもクソ強いからなぁ、取れないけど。ステータスの効果調整で、ワンチャン返り咲ける普通のサポカと違って、友人はシナリオ終わったら全く、使えなくなるの良くないよなって、友人同士ならカード名違っても食わせて突できるようにしてほしい。お出かけ4回まででネバギブ取れればってすげえ思う。あと正月ネバギブ回のヒントよこせよって。ネババは4回目のお出かけが露骨に微妙だから、これ3回目で終えてもいいかなってなる。なんだかんだで3回くらいはお出かけするんだけどな、2回目と4回目なしにしてくれんかな。お出かけ1回も踏まないのが上振れじゃん、取れるわけないじゃんネバギバを。必ず来てくれるようにしつけたいって思ってしまう。開幕2回連続来ないと俺嫌われてるのかな、って思う。ポジティブ思考を無駄にしないために、必然お出かけ3回目を11月前半に使わなきゃならない。5回目はシニア遠征前として、やる気の上がらない4回目の使い道。凱旋前までにポジティブ思考にしたのに、凱旋明け1周目にポジティブ使われる確率高いのマジなんなん。幸運体質で大食い踏み倒してやるぜって食わせるけど、大食いイベが3回出たあたりから、これサポカ完走しねえなってなる。SS マッチって後半もやった方がいいの？二人光ってると捨てがめっちゃ上がって、そっちの方がいいのかなって思うんだけど。最終的にどう転ぶかは結局運次第ではあるけど、友情トレーニング発生してない無駄ターンを埋めるために、温存しても別に良いと思う。この人って凱旋紋章取りたい取りたいって口ばっかり達者なくせに、サボりまくってるの怖いんだけど。ストーリーと育成を混同してはいけない。きっと忙しいんだよ。三女神みたいにシミュレーターの中だけにいるわけじゃないから。トレーナーとずっと一緒にいるのが仕事じゃないからな。一緒にトレーニングしてるのに無視される。今朝は7回連続お疲れ様言ってくれなかったよこの子。むしろいろいろ動き回っているはずの人が、学園に常駐してる方が問題なんよ。育成の8割はこの子にかかってるから、この子のやる気が見えなかったらリセする育成が浸透してる。1育成で何度も踏んだのに2回しかお疲れ様しなかった時は、さすがにふざけんなってなった。体力の消費とか抑えてくれてるからちゃんと仕事はしてる、挨拶に来ないのは運が悪い。ていうかこの人は一人だけど、凱旋門行きのトレーナーは一人じゃないからな、新人トレーナー一人に避ける時間なんてごくわずかしかないだろう。お話的にはトレーナーがこの人に重い感情を向けてるだけだからな。それ言ったらライトハローさんだって挨拶に来ない時あるし。実は疲れてないからお疲れ様も言われないんじゃねえか？フランスではずっと一緒にいてよ。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。